皆さんこんにちは、山田奈々です。そして藤井里奈です。お願いお邪魔してますお願いします。さあ前回は、踊ってみたを一緒にやったんですけども、楽しかったですね。いいね、なんか、なかなか最近踊ることも減ってきたじゃない、減ったってこともゼロじゃない。経歴10年なんですよ。はいはいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。そうなのでベテランです。先輩やったりそうだからちょっとね、YouTube で振り返りたいなと思ってて、レイナーと NMB のチーム M 時代のお話をちょっとしたいなと思ってます。いいね、 M の話めちゃめちゃ出てくるんじゃない。だってかぶってんの1年やけど濃すぎる1年や、いやそうなのよ。なんかチーム M って本当に特殊なチームだったじゃない、どこのチームよりもなんかすごく濃いイメージが、そう分かる。4年半いたけど、ほぼチーム M だもん。そうだよね、だってあの楽屋で急にスイカ割りとか始めるよチームだよね確かに劇場館でだるまさん公演そうそう急にね、公演みんな本当にみんな手つないでさ、若いになってあのグルグルするやつなんだっけ、あーなんかカーボーレカーボーレみたいなやつやった。それをねやりだしたりとかちょっとね変わったチームだったんですけど、いやマジでいいチームだったわ。やんな、よかったよね。ナナちゃんがねキャプテンやってて、はい、その後に卒業後に私が受け継いだんですけど、そうですよ、でキャプテンやってて、ほんまや、 今見てる人たちは信じられへんやろな。信じられない、今でも信じられないこんなんでもキャプテンできんねん。そうだよ、いや本当にあの副キャプテンの沖田彩香ちゃんがしっかりしちゃってよかった。緩いんですよ、ご覧の通り。ずっとこんなんやもんな、昔からこんなんやもん。全然変わんない。もうでもなんて言っても、やっぱレイニャンとの出会いは、なんていう曲やったっけ、あれインボール、違うよ、違う、あの最初の出会いよ、時空を合わせ、そこで、そう、もう本当のドアタマの出会いね。そう、人の力、人の力や、そうっていう AKB の何の曲のカップリングだろうね、なんかの曲のカップリングで、で当時、私 NMB できたばっかりで、そのカップリングに一人で行ったのよ。そう、 NMB からも本当に一人やって、ポンってもういろんなチームがいる中で、みんなもうね、あの輪ができてるけれども、本当に単独でポンってきたから、そう、なんか不安がいっぱい、不安がいっぱい、しかも初めての MV 撮影、初めてだらけの、でその時に喋りかけてくれたのがレイニャンでした。あ、もう命の恩人ですね命の恩人、本当に。ね、そうだね、そっからだね、年もね1個しか変わんないんですよ、だからもうそれもあって話しかけやすかったっていうのもあったし、結構社交的なタイプやんな。なんだろうな、1個しか変わらなかったんですけど、めちゃめちゃ子供だと思ってたんですよあの時は超年下って思ってて、見た目もそう、幼い子入ってきたなと思って、名前何みたいな赤ちゃんに喋る時みたいな感じから始まったんだけど、前年も1個しか変わんなかったっていうことも判明して、そうなのよ、でそこからなんか大きいコンサートとかでは会うように、会うたびに話すようになったりとかして、そうなんかブログに書いてくれたの覚えてるわ私、書いたっけ、レイニャンのアメブロに、なんか NMB48 の山田奈々ちゃんと写真撮りましたみたいなのも書いてくれてて、何年前それ、えそれめっちゃ覚えてんねんで、嬉しいなと思って見た記憶があるんです。やった、それが出会いですね、でそっから月日が流れて、ある日突然、48グループに大組閣というチームがごっちゃごちゃにね、されるやつが、イベントがね、そこでレイニャンがなんと NMB に移籍してきましたこんにちはびっくりしたわね、私も衝撃だった、本当に何も知らなかったから、え私このまま名前呼ばれないまま解雇されるかなみたいなそうやな、 AKB から呼ばれていく、そうでもともと AKB にいたんで、AKB 一人ずつ呼ばれて、でもその中で呼ばれなくて、SKE 呼ばれて、あれ本当にこれやばいかな、クビ、もう終わったと思って待ってたら NMB に呼ばれて、あ私もそこ行くんだみたいな、泣いてたよな、その時はもう AKB に7年いたから、なんだろう、
あの NMB が嫌いとかでもなかったし、うん、なんなら曲とかもすごい好きだったの、うん、なんかすごい元気系の曲もいっぱいあるし、うん、盛り上がれる曲多くていいなって思ってたから、うん、NMB は嬉しいなっていう気持ちあったんだけど、うん、やっぱ7年いたところから急に離れるってなった時にギュッと胸がね締め付けられるというか、うん、そういう思いになって泣いてしまったんですけど、はい、たらやっぱりね最高だったんですよ。よかったよかった。マジ楽しかったな。いやでも、うん、あのびっくりしたけど嬉しかった、来てくれて。ね、うん、まあ、もちろん私もその時、うん、初めてキャプテンになったのかな。あ、そっか、そう、その時が初か。そうなの、また別の子がキャプテンになってその後になるじゃん。そうなので、キャプテンでレイニャを来てくれるってなって、うん、そんな差だって何百人もいるのに、うん、あの先輩の、うん、あの声かけてくれた、うん、デイミアンさんが来てくれるんだっていう感じだったね。その時、うん、なんか喋ったよな。喋った喋った、うん、ね、うん、何喋ったかよく覚えてない。なんか喋った気がする。一緒に頑張りましょうねみたいな言ったよな、うんうん、言ってた。でそれから私が大阪行って、うん、あの大阪に住んだんですけど、うん、家も近かったんだよね。そう、ご近所、ご近所さん、めちゃめちゃご近所さんで、歩いて10分ぐらいで、そう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 。だからね、あのチームも一緒だと、やっぱ帰り道も一緒なわけですよ、うん、車がね。お決まりでスパに行くっていうのが決まりで、うん、スパでご飯食べて、うん、リラックスして、うん、で次の日の朝帰るんです。そうがね、もう流れてね、あったんですけどね、うん、もう毎日体カッチカチやったもん、ね、いや本当になんか人生であんなに働くことってあるっていうぐらい働いてたよね。あの時期ね。びっくりするほどに。いや覚えてんね、なんかコンサート終わって大阪でコンサートやって、うん、スパに行って、うん、お決まりのあの小柄屋さんのうどん食べて、そう絶対食べるのね。ね、めっちゃ美味しいねんな、小柄屋が。大好き。そう、私巻き卵も食べて、うん、美味しい。そう、で、岩盤浴してマッサージしてもらってお風呂入って、うん、あまりにも行き過ぎてお布団引いてくれてたような、うん、そう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 、よかったら寝てくださいって言って、うん、で、次の日またコンサート行って、うん、っていうのを繰り返してやった。そう、ね、な、それでな、うん、たまに帰る、たまにお家に帰るやんか、うんうんうん、でしたらな、その普段から東京とか行ってあんまりお家に帰ってないから、うん、お家帰った時電気つけへんくて泣きながらお母さんに電話したことある。帰ってないか、ポストも見てないしさ。ちょっとちょっと、ご近所いるんだから。こっちだと確かに言えばいいのに。今はでもレンニャンチマジ何もなさすぎ。いやもう本当に収容所みたいな。やばかったよな。そう、だってテーブルなくてあげたもんな。もらった、ナナちゃん家からも必死にテーブル抱えて持って帰ったもん。イケアのテーブル。ああ、そうだそうだ、びっくりした。レイヤーに入った時ほんまにあのベッド、うん、だけやったよな。ベッドだけで、キッチンに、うん、あの握手会とかでもらってきたカップ麺とかカップ麺がバーッと置いてやって勝手にちょっと持って帰って。それだけでびっくりした。どこでご飯食べてんの。本当に寝室もう空っぽなんですよ。何もない。うん、もう本当にもう、もう何、声が響くんですよ。でも3年間いたからね。で途中からちょっとずつ家具も増えて、うんうん、最後どうなった。最後はもうソファーとかも置いてた、ちゃんと。すごい、1年目から置けばよかった。本当に。そう、なんか番組の企画で、うん、私の部屋が何もなさすぎるって言って、うん、買いに行ってくれる企画やってくれたの。ラッキーやん。そう、それでちゃんと生活できるようになった。よかった。あとはあれじゃない、キャプテンもやってたっていう話だったじゃん、うん、キャプテンマーク、あんたあんたあんた、当時の GMM のマネージャーの松井さんが、うん、このキャプ M の GMM のキャプテンマークみたいなここにつけるやつをサッカーの時につけるようなね、そうを作ってくれて、そうそうそう、なぜか公演の最後の衣装の時にそれつけてるの。そう、今はあれもう受け継がれてないのかな。あ、どうなんやろ。気になる、M のキャプテン。私が辞めるときにさ、渡したやん、最後、うんうんうん、で、レイに辞めるときどうなった。あれは、あの後、川上レナちゃんがキャプテンになったから、うん、レナピョンに渡したはずと思ってたんだけど、うん、つけてなかったですね。楽しかったよね、なんかツアーとかもしたやん。
チームツアーで、ね、うん、香川とか、うん、行ったよな。ね、え、ね、埼玉大佐の時行ったよね。あ、いた埼玉もやったよな。そう、大宮でやったんですけど、うん、その時になんかあの地域ごとに何かやりたいねみたいなこと言ってて、で埼玉といったら何だろうねって言って、みんなでもすごい必死に調べてたどり着いたのが埼玉マン体操っていう、うん、埼玉の体操、うん、千葉だったら菜の花体操とかあるんだけど、え、知らん。境っ子体操とかあるじゃん。え、大阪、うん、え、何これ知ってることじゃないの。知らんよ。嘘だよ。そうなの。堺市の人だけなのかな、やってるの、うんうん、そういう地域ごとの体操があるんだけど、うん、で埼玉だったら埼玉マン体操っていうのがあったから、それをね、みんなで披露したんですよね、うん、それからあの M のね、グループラインが未だにあるんですけど、グループ名がサイターマン、うん、ずっとサイターマンなんですよ。ずっとサイターマンだったよな、ね、しかもその時は、うん、なんかもう初めて自分たちでセットリストを決めるみたいな感じで、うん、やっぱりコンサートとかではもう中盤に歌われるような曲やったのを、うん、多分チームでツアーした時に、うん、やっぱチーム M イコール決勝っていう頭がないから、うん、お客さんはっぽくないもんね。そう、 M っぽくない楽曲、そうだから決勝って歌えへんやろなっていうか、もう考えたこともなかったよなと思ってたのを、うんうんうん、私はそう、うん、あえて最後に決勝を歌いたいと思って、うん、そのセットリストにね組み込んでもらったんですよ、もう一番最後。そしたらお客さんもあの、それでは最後に聴いてください決勝って言った時の、うわぁ確かに、それ今でも覚えてる。私すごかったよな、うん、このあの時も勝ったマジで。いや、そうだね、うん、なんかもう M って言ったら本当に元気な、うん、もう楽しい曲をするみたいな、うん、イメージがね、本当に強かったから。そう、それからね、うん、M でも決勝を歌うようになって、すごい歌うようになった。私めっちゃ嬉しかったのが、うん、自分の最後のツアーの時に、うん、その決勝を歌う時にスタッフさんたちがチーム M にしてくれてたの、めっちゃ嬉しかった。確かにね。うわ、やっぱ決勝っていいんだよな。私も卒コンで、うん、でもアンコールで歌ったの。うん、うん、歌ってたな。そう、皆さんも一緒に歌ってくださいで、うんうん、もう本当に一緒に歌ってくれて、うん、いや、あの名曲をね、うん、たくさんの方が歌ってくれる嬉しさ、嬉しい。マジでいい曲だよね。うん、いい曲、ぜひ聴いてみてください。でしょこれさ、別に M に関係ないんだけどさ、うん、めっちゃびっくりしたやつがあって、うん、あの、らしくないの、あ、 MV 撮影がすごいびっくりした。最後、全員でダンスするシーンで、そうそう、もともと泡が出ますっていうのは聞いててんの。うん、そう、なんかあのーって降ってきますよって、雪みたいな感じが降ってきますよみたいなって言われてて、そう、みんなね、心の準備、そうそうそう、楽しみだね、どんな感じなんだろうね、そうって。しかもアイドルのさ、可愛い曲やから、うん、なんかいい感じの量で降ってくるんやと思ったら、うんうん、マジ吹雪やったよ、ボーンびっくりした。猛吹雪で、あれは本当にヤバかった。泡が出てきて、うん、なんかもう思ってたやつじゃない、本当に充血レベルのパワーがブワーって出てきて、なんかもう猫やんなりながらカメラどこみたいな、マジで見えなかった。こんなすごいのにもうメイクした意味みたいな。そうそうそう、やばかったよな、あれ。ドッキリかっていうぐらいの今日やったよな。ただ最初本当に間違えたのかと思った。うん、ね、うん、本当にそのぐらいやばいんですよ、量が。見てほしい。ね、らしくないな、MV、マジで見てほしいな、うん、ね、10年経ったらこうなるんですね。ね、怖いですね。怖いですね。でも楽しかったね。うん、楽しかった。いい思い出、若い時にいっぱい思い出作れて楽しかったね。ね、まさに本当青春時代は MV だったね。うん、うん、うん、そうやな。うん、これからも、これからも NMB の皆さん応援してますので頑張ってください。頑張れー妹たちよ、妹たちよ、かわいいかわいい妹たちよ、かわいいよ。私たちのことは知ってるか、ババア知らんババアたちに何か言われてるわ。ほんまやね、ね、じゃあこれからもね、はい、引き続き皆さんもよろしくお願いします。じゃあ今日はレイニャありがとう。こちらこそありがとうございました。
りなのでした。りなのでした。急に終わり。